阿武川ダムは山口県萩市川上地崎二級水系阿武川水系阿武川本川に建設されたダムである。山口県が管理する都道府県営ダムで包み高95.0メートルの重力式アーチダムであり同形式のダムとしては現在国内最後の施行例となる。都道府県営ダムとしては包み高及び早朝水容量において 全国屈指の規模を誇る、阿武川の治水と水力発電を目的とした補助多目的ダムである。ダムによって形成された人造湖は、阿武湖と命名され、中国地方屈指の人造湖である。山口県日本海側に注ぐ河川では最大である。阿武川は上流部に長渡峡等の名称を有する急流河川であり、古来より氾濫の多い河川であったが、 戦中戦後に乱抜が行われたことにより、保水力が著しく低下したこともあって、戦後数々の洪水被害を発生させる状況にあった。特に川口部の萩市は三角州の内側に市街地が発展していたことから、デルタ地帯特有の低湿地を形成しているため、淡水被害も著しいものがあった。こうした中で1950年により、 中小河川改修事業がスタート、堤防建設を中心とした河川改修が実施されたが、下流の萩市街地は明治維新における文化財が数多く点在することや、市街地拡大による住宅地の増加によって川幅拡幅堤防建設は限界を停止始めた。さらに、集中豪雨により当初の計画を超える規模の出水を記録。 こうしたことからダムを建設することによる洪水調節と既存の農業用水確保のための不特定利水、そして萩市と北浦地域への水力発電による電力供給を目的として、阿武川総合開発事業が1966年に策定された。この根幹事業として洪水調節及び水力発電を主な目的とした補助多目的ダムである阿武川ダムの建設が、 計画された。阿武川総合開発事業策定の背景には、阿武川の河川改修が地形上の問題や文化財保護の観点などから川口部に大きな築定護岸を設置することが難しいため、また100年確率の最大洪水量の約7割をカットする計画としたため、現地点でのダム計画となった。ダムサイトは阿武川の渓谷出口に計画したが、この地点は、 ダムサイトとしては、貯水容量の点で極めて良好なレベルであり、中央の専門家も絶賛するほどであった。両側岩盤も、比較的堅固で、アーチ式、コンクリートダムが建設できるほどの地質であり、コンクリート使用量を抑える目的もあって、全国的にも12例しか、採用例のない重力式、アーチダムが採用された。1966年より、 実施計画調査に入ったがこれにより206個の住宅が水没することとなった。だが、このダムでは水没物件が膨大な割には比較的保障交渉が進展し、1970年にはダム本体工事に着手、1974年に完成した。全国的にダム建設反対運動が激化していた時期であったが、 計画発表から完成まで8年という短期間で完成した、けうな例であり、地元との円滑な意思疎通が図られた結果とも言える。アブガーダムは、都道府県営ダムとしては、国内でも規模が大きく、特に総貯水容量1億5350万トンは、高県ダム、小河内ダムに次いで全国第3位であり、 国土交通省直轄ダムを含む中国地方のダムの中では最大。重力式アーチダムとしても、包み高は新成和川ダムの103.0メートルに、次2位の田は国内最大である。なお、重力式アーチダムとしては、阿部川ダムが国内施考例では最後のダムとなる。阿部湖ダム建設の際、県内では積雪の比較的多い当地にあって、 雪の積もらない場所が直下流にあり、この場所を掘削したところ温泉が湧き出した。これは、阿武川温泉と名付けられ、周辺に整備された公園やバンガローなどと合わせて、現在も地域の憩いの場となっている。ちなみに、ダム建設の際に温泉が発見されることは、極めて珍しく、栃木県の川又ダムは、ダム建設後にダム湖である、 川又湖付近で温泉が湧き出しているが、全国的には稀である。また、ダムの近くには、萩市立阿部川歴史民俗資料館があり、ダムを建設する際に水没した地区より移設した建物や生活用具などを展示している。ダム湖である阿部港、山口県道67号萩川上線沿いに、遡ると竹稲に緑の村があり、ぶどうなしがりや栗広い道が、 季節によって楽しめる。さらに遡ると名称、長戸橋があり、竜宮淵や生雲系等の気象が見るものを圧倒する。全長 5.0km の遊歩道が整備されており、新緑や紅葉の時期は格別である。湖に注ぐ左支線、さざ波川も長戸谷という渓谷があり、さらに遡るとさざ波川ダムがある。 しかしダムまでの道はアイロであるため、通行には注意が必要である。ありがとうございます。